はい、では次に、真の自由とはどういう世界なのかを、お話をさせていただきます。この自由という言葉、これも実は仏教の言葉です。自由というのは我々の本当の幸せを表した、言葉であります。漢字の意味を見てみると、おのずからによるとあります。おのずからに、これよるという漢字ね。意味はですね、一切束縛を受けない、周りから影響を受けなくなる、無執着の世界、執着のない、束縛されない世界、一切の束縛縛りから解放された、本当の安心と満足を仏教で自由と言います。私たちは自由を求めながら、多くの人は自由を履き違えて不自由で苦しんでおります。まあ、それはどこに原因があるのか、今から見ていきますね。まず、この真の自由について述べられたお言葉、お経にあるんですけども、お経にある言葉をこの親鸞という人、親鸞聖人が、「歎異抄」という有名な本に、念仏者は無下の一同なりと、こういう言葉で皆さんに本当の幸せを、教えてくださっています。まあ、ちょっと難しい言葉ですけどね、まあ、知っておかれたら皆さんもやがて、この言葉通り体験ができますから、聞いていただきたいと思います。この無下の一同という言葉ですが、これはですね、まず意味は下という言葉、下がないたった一つの世界、道と書かれています。意味はですね、この下という漢字は難しいですけども、石に疑いと書いてます。これは触りと訓読みいたします。触り、まあ、障害物、我々の幸せを妨げたり障害となるもの、これを石に疑いと書いて触りと呼びます。これは皆さんを縛りつけているもの、束縛しているもの、また皆さんが執着しているもの、これが一切ですね、離れた触りや束縛執着がなくなったたった一つの道、道とは世界という意味でもあります。いろいろ意味があるんですけどね、まあ、これは本当の意味から言いますと、仏様の境地を言います。で、その仏様の境地に我々も仏法を、聴聞していきますと近づくことができできますし、親鸞聖人も念仏者は無下の一堂に出ることができるとおっしゃって、一大宣言をなされた、お言葉であります。で、この無下の一堂が本当の幸せだから、本当の幸せというのはですね、言葉変えたら、一度得たらずっと長持ちするし、自分の手元からずっと残るし、消えない幸せ、これが本当の幸せ。ところが私たちはこの幸せを知恵がないために知らない、わからないんですね。で、本当の幸せと俗世間の幸せをまず比較することによってね、我々はどこを正せばいいのか、どこにですね、気づけばいいのかも分かると思いますから、まず俗世間の幸福とはいかなるものかを、考えてみたいと思います。そして本当のね、自由な世界とはどういうものかをね、お釈迦様の言葉で最後ね、明らかにしたいと思います。まず私たちの幸せ、これ俗世間の幸福で考えてみましょう。我々の幸せはですね、何かを付け加える、何かを売ることによって得ていくのが我々の幸せです。今自分の手元にないもの、例えば
カバンを購入する、ね、例えばいい人と結婚する、子供を設ける、苦しかった仕事を変えて楽な仕事に変える、家を建てる、土地を買う、株を買う。我々が幸せと感じるものは、このお釈迦様もおっしゃる通りね、皆さんが求めている俗世間の幸せは、何かを作り加えることによって得られる幸せ、何か自分にはなかったものを手に入れることによって得られる幸せ、これが我々の幸せと言われるもの。まあ、これは否定はしませんが、この思考パターンでは仏教でいう本当の自由の幸せの世界には出れないし、この幸せではね、長持ちしないし残らないし消えてしまうとおっしゃるんです。例えばですね、あのグルメですね、美味しい食事を食べる、これ誰でもね望んでいることですけどね、いくらね何千円も出して美味しい食事をしたとしても、もう 2,3 時間もしたらすぐお腹が空いてですね、長持ちしませんし、ね、まだお腹空くから残らないし消えてしまいます、ね、あるいはブランド品の、カバンを買った、ね、車を購入した、その時は楽しいですけどもね、当たり前になって長持ちしないの、残らない、消えてしまいますね。この仏教ではですね、私たちの幸せは何かを手に入れる、付け加えることで得られる幸せで、これはですね、本質から言いますと、これで皆さん幸せようとしたらね、必ずこの後ね引き裂かれる苦しみ、ね、奪われる苦しみ、必ず苦しみをもたらすと教えるんです。いくら付け加えて得てもいいですけどね、執着さえしなければいいです。束縛されなければいいですけどね、私たちは何かを手に入れる幸せで満足しようとすると、必ずそれに執着するし束縛されてしまう。だから仏教ではね、これは本当の幸せではないと。本当の幸せはズバリね、何かを手に入れるんじゃなくてですね、実はあなたの心の中にある苦しみの原因となるね、心のゴミ、煩悩というもの、これをひたすらね捨てていく、なくしていく、捨てていく方向で考えるんです。あなたの心の中にあるさまざまなゴミ、これをひたすらなくす、捨てる楽しみ、捨てることによって幸せになるんだと。今あなたを束縛しているものをなくしていく、今あなたが執着しているものを離していく、これが本当の幸せにつながるんだと、こう教えるんですね。例えばですね、結婚したとしますね、結婚は幸せであります。男性であればある女性と結婚したと、幸せですけども束縛されるんですね。男性からすればもうこれで他の女性とは付き合えないと、実際付き合う人いますけどもね、諦めねばならないのにね、もう束縛されたくないという思いから不倫をしたりして苦しむ方ありますわね。一人と決めたら束縛されてしまうんです。家を購入する、それは幸せかもしれません。家を建てたらね、一生涯そこに住まねばなりませんし、固定資産税も払わねばならない、幸せに見えますが、お釈迦様束縛されますよとおっしゃるんです。新しいカバン買った、ね、幸せかもしれませんが、これを使うためには他のものが使えない、またこれも束縛されてしまうと。一つ一つ見ていくとね、何かを購入し、だ子供さんを設けた、幸せですけども子供さんにいろいろ束縛されて、思うようにね、独身の頃は自由だったのに、ね、結婚したらもう奥さんや子供に縛られて自由がなくなったと嘆くね、男性も結構多いですわね。これはお釈迦様おっしゃるように、何かを手に入れる、付け加えたり売ることで
幸福を得ようとすると、私たちは必ずそれに付け加えたもの、得たものによって束縛され、執着され、執着してしまって苦しみが起きると。生きるためにはこれ必要ですけどもね、これで幸せになろうとしても本当の幸せにはなれないとおっしゃるんです。お釈迦様うまく名付けられたんですよ。お釈迦様がね、お生まれに、お釈迦様の子供さんの名前ご存知でしょうか。ラーフーラというんですね。ラーフーラ、ラーフーラ、ラーゴーラとも言いますね。ラーゴーラ、お釈迦様ですね、29歳の時に出家なされるんですけどね、その出家なされる直前に子供さんが生まれたんです、ね。まあ、長年のね跡継ぎが生まれたんですね。普通ならば喜ばしい限りなんですが、お釈迦様はですね、使者からですね、ついにね待望の王子様がお生まれになられましたと、まあ、喜びのね連絡が来たんですね。そしてお名前はどうしましょうかということも聞かれたんですね。でもその言葉は聞こえずに、子供が生まれたことを聞いた時にお釈迦様は、ああラーゴーラが生まれたか、私を束縛するものが生まれたか、これから子供のために一生涯束縛されてしまうと、こうお釈迦様はね、たとえ家族を持ってもこれは本当の幸せにはなれないと、私を束縛するものでしかないと、こうお釈迦様は、まあ、真理に気づかれたんですね。だその時に、ああラーゴーラが生まれたかと、こう言った時にね、その使者の言葉、名前はどうしましょうかということが聞こえなかったんでしょうかね。使者が、はい、わかりました、じゃあ子供さんラーゴーラですねということでつけられたような感じがするんですね。まあ、自分の名は子供にね、ラーゴーラ、あなたは私の自由を束縛する束縛者だという名前つけられたらちょっと困りますけどもね。まあ、真意はどうかは分かりませんが、一応意味からすればこういう意味なんですね。これは皆さんにね真理を教えようとしてるんです。普通一般ではね、家族があれば幸せ、まあ、確かにお釈迦様は否定はされません。家族は大事ですよ、子供さんも大事です。そこでどん詰まったらダメなんです。それを幸せにしていると必ずね、家族との別れが来るんです。子供さんとの別れね、夫との別れ、この時にものすごい苦しみます。家族が幸せ、仏教でいうこの幸せを知らないと臨終大変です。だから家族は大事ですけども、この幸せ否定はしませんがね、まあ、この幸せの結論はね、こういう方仏教にあります。うから得られる、何かを付け加えたり得たりするところから得られる幸せは有限であるとお釈迦様おっしゃるんです。いくらね外から付け加えたものね、いくら得ても限られた幸せでしかないから、続かない、長持ちしない、消えてしまうんです。しかしね、皆さんにお勧めする幸せは、本当の幸せはね、今あなたの心の中にあるゴミ、あなたを苦しめる原因となるもの、あなたを不幸にする原因となるもの、この心のゴミを仏教で煩悩と言います。煩悩という心のゴミ、これを塵や赤にも例えて、心のゴミ、塵、赤を払う、除く、なくしていく方向で、仏教では外から何かをかき集める、付け加える方向で幸福を語りません。今あなたの中にある煩悩というゴミをひたすら捨てていく、捨てる楽しみを皆さんに味わっていただきたいというのが仏教なんですね。捨てることがなぜ楽しみだと思いますけどね、仏教では捨てる楽しみと教えるんですね。幸せはこの捨てることによって幸せが得られる。今皆さんが持っているね心のゴミをひたすら捨てていけば、無限に幸せになれる、永遠に幸せになれる、ずっと長持ちするし、残るし、消えることがない。まあ、例えばですね、もし皆さんが、肺炎にかかったとしますね、肺炎。これ、
苦しいことですね。肺炎という苦しみをなくすにはどうすればいいかといったら、まあ、理由考えられますけど、まあ、細菌ですかね、細菌というものをですね、病原を取り除くことが必要ですね。仏教ではあなたの心もしくは体の中にある悪いものですね、それを消去する、消していく、なくしていく、捨てていく方向で幸せを考えるんです。で、肺炎で苦しんでいる方であれば、ね、抗生物質などを取り入れて除くことによって消去する、捨てることによって、捨ててしまったらもう肺炎が治って比較的長持ちし、残るし、消えない、苦しみ抜けてよかったなぁと喜べます。もちろん続きませんけどもね。やっぱり今持っているこの病原菌をなくすと、健康でもそうですね、この、ね、体に溜まっている毒ですね、まあ、宿便ということもありますようにね、老廃物が溜まっている人はですね、これを取り除かないと幸せになれないんです。これ循環ですね。悪いものをですね外に出していく、体もそうですし心もですね、煩悩というですね毒、これを消去、排除し、除いていくのが仏教なんです。私たちは考え方が逆なんです。とにかく取り入れよう、取り入れよう、外から何かを付け加えて幸せになろうとする、こういう考え方しかできないんですね。私たちはなくなるのが悲しみ、あるのが幸せというのが我々なんですね。でも仏教では、逆にですね、今あなたの心の中にある、ね、毒、体の中にある、ね、老廃物、それを、ね、なくしていく方向で幸せを語るんです。それによって、本当の幸せになれるんですよと、こう仏教では語るんですね。今皆さんの心の中にある心の毒、ね、煩悩というものをですねなくしていく、仏教は捨てることによって幸せが得られるんだと。まあ、これは発想がないですけどね、皆さんここ正しく理解されたら本当の幸せになります。皆さんを苦しめているものはね、物がないからじゃないんです。お金がないからとかね、土地がないから、家族が不和だからとか、私たちは苦しみの原因を外に求めてます。で、環境とか人に求めてますが、そうじゃない、ね、人が嫌いになる、嫌いになったらあいつが悪い、こいつが悪いと言いますけど、嫌いになるあなたの心が問題なんだと。その人を嫌いに思うのは、ね、あなたの心が、煩悩が嫌いだと思ってるんですね。その心をなくしていけばいいんです。これ仏教でですね、我習と言いますね。仏教では結論から言いますと、この我習があなたを苦しめます。私のという心ね、が、私のというこの言葉一つですごいあらゆる苦しみをもたらしているんです。俺が、俺がという心、ね、私がという心、これ仏教で自我とも言いまして、略してがとも言いますが、これがあらゆる苦しみをもたらします。この我々の煩悩、欲や怒りや愚痴が起きてくる原因は、俺がという心、自分というものを設定して、自分は正しいとかね、俺はここに生きてるぞとか、俺がという心、がに対する執着、ここからあらゆる苦しみが起きるんだと。だから誰もががあります、ね、ががあるから、ね、これが仏教でエゴと言います。エゴ、ね、これエゴがあなたを苦しめますから、このエゴを、ね、仏法を聴聞することによって少しでもね減らしていく。エゴが減った分だけ苦しみは消えていく。このエゴをなくしていった世界が無限の一道なんです。があるためにね、他を設定して、がと他ができて、これ仏教でガタピシと言いますけどね、今は立てつけることをガタピシと言いますけどね、本来は仏教の言葉で、皆さんががを、ね、作るから他ができて、ここで対立、喧嘩、不和が起きるんだと。
この我を弱めたら、我臭をなくしていけば、私と他との対立、壁がなくなって、ね、奪い合いの生活から分かち合いの生活に変わっていきます。この我臭からですね、この我を守るためにね、我に何かを付け加えていくんですね。俺の家族、俺の子供、俺のお金、俺の財産と、この私のというこの言葉一つであらゆる苦しみが起きていくとお釈迦様おっしゃる。だからこの我臭を減らしていく道は、俺がの我を捨てて、おかげの下で暮らせ、ね、俺がという我を ね捨てていくのが仏教。そして今私があるのは、いろんな方々のおかげで、いろんな方々に支えられ守られて私は生かされている。本来我はないんです。この我は本来ね、仏教で幻覚と言います。幻覚、幻なんです。で、私たちは自分がわからないから勝手にね、我を作ったんです。親からあなたはこんな人間ですよということをですね、見られたり言われたりして、あ、私ってこういう人間かなと思ったんです。本当は我はないんです。でも我がなかったら自分が何かわからないんで、勝手に作ったんです、我というもの。今皆さんがね、これが自分だなと思っているのは、あなたが勝手に作った捏造したものであり、錯覚であり、幻覚だと教えるんです。だから元々ないんです、我は。だから仏教では無我と言いまして、無我を悟ったら、苦しみは一切なくなります。ある意味この無我の一道と言いますのは、無我を悟った境地。信心欠如とはね、無我を悟るんです。我というものはなかったと知らされたら、一切の束縛から離れ、執着が消えていき、本当の自由の世界、無限の幸せが得られます。ところがこの我はね、もう根強いですね。いつも自分中心に世界を考えてます。俺がというね。で、この俺がという心からガリガリといってね、罪を作っていくんです。で、この我臭をですね、皆さんにどうすれば分かってもらえるか、まずこれを我をなくしていく方法としてね、こういう例えを最近私発見したんで紹介しますね。あの虎の例えがあるんですね。虎の例えこれインドですから虎がいいんですかね。虎の例え、この虎が実はね、この我に例えるんです。虎を今から例え話しますが、虎を我に例えて今から話をいたします。皆さんがですね、虎をペットとして飼ったとしましょう。まあ日本ではそんな人いませんけどね、インドではあったんでしょうかね。虎をペットとして飼いました。こう虎はね、ものすごい可愛いし美しいしね、貴重な生き物なんですね。だから私たち我は大好きなんです。俺がというのは、ね、我は大好きなんですね。ところがね、虎は怖いのはね、きちんとお世話しないと、ね、毎日欠かさずね、餌を与えないと虎は私を殺します、ね、檻もしっかり掃除しておかないと。でもね、しっかり餌を与えている間は私を襲い食い殺すことはありませんから、きちんと餌さえ与えたらね、あれで言いますと、ガーさえ満たしとったら安心できるんです。でもね、いくらガー、虎が可愛いからといってね、お世話したからといって、本当の安心ができないんです。餌を当ててる間は、ね、喜んでくれるけども、いつ虎が私を襲ってくるかわからない。皆さんならば、私ならばね、この自分のガーを満たす、ね、ガーを認めてもらう。我を可愛い可愛いとペットとして飼っている。一時的な安らぎであり、一時的な安心なんです。本当の安らぎ、安全は得られない。で、仏教を聞いていくとね、だんだんね、この虎をいくら飼っててもね、不安は消えない。不満も消えない。皆さんが仏法を聞いていくとやがてわかるのはね、この我から離れなければならない。エゴから離れていかないと、幸せになれないことが皆さんね、知らされてきます。だんだん知らされます。で、このね、虎を飼っていたその人はね、ある時、決意しました。
このままでは本当の幸せは得られない、いつも危険な状態は変わらないので、ね、思い切ってね、この虎をもう解き放とうと、もう虎を、ね、自分から離そうと思ったんですね。今ならばもう動物園に寄付する、昔ならば森の中にもう追いやってしまうんです。まあ可愛いですけど、ね、美しいですけど、貴重な動物かもしれませんが、自分の手元から離すことになった。で、自分から虎を離すことによって二度とね、もう虎から襲われるという不安が消えたんですね。このあと永遠のね、もう不安もなくなりね、襲われる心配もなくなって、ね、長持ちする永遠の安らぎ、永遠の安全を虎を手放すことによってこの男は得ることができたと。皆さんで言うと、このエゴをなくすことによって、この我によって襲われる、我によって苦しむ、その苦しみが消えたことを表すんです。仏教では、皆さんが今まで苦しんできた原因、これからももし苦しむとするならば、エゴです、我です、俺が、この我を主張するためにね、戦争するんです。家族でも喧嘩するんですね。我を通さなければ対立も喧嘩も起きないんです。で、我は本来幻覚であり錯覚であり、捏造されたものですからね、本来ないものなんです。それに気づくことが大事ですよと、まあ、こういう例えがありましてですね、その通りだなと思います。だから仏教の教えの結論は、皆さんが本当の自由になりたければ、ね、この我というものをね、これは幻覚であり錯覚ですから、これを捨てていく、ね、これ我習から煩悩が起き、貪欲が起き、苦しみ不幸が全部起きてきますから、その我習というものをね、ひたすら捨てていく、これをなくしていく方向で考えると、苦しみがどんどん減っていきます。私も実感できますから、本当にそうだなと思います。だから幸せを考えるときに、私たちは目はね、この五感はですね、目、耳、鼻、舌、体は外にしか向いてません。だから私たちは外にしか幸せを感じられない、何かを付け加えたり売ることしか考えられませんが、仏教では自分の心を見つめていく、本当の自由とは物ではない、あなたの心である、心のゴミを捨てていく方向で語られるんですね。それを教えたお経の話がね、沙門化経というお経にお釈迦様もおっしゃってます。これはどういうお経かと言いますとね、ご存知の方は、あの阿闍瀬というですね、有名な、王様がいるんですけどね、阿闍瀬というね、この人はかつてですね、お父さんを実際牢獄で殺し、お母さんにひどい目に遭わせた王様なんですね。インドで有名なマガタ国という大国の王様になった人。まあ、この人は若い頃はひどい男だったんですけどね、晩年ちょっとお父さんを殺したことを縁として反省し、仏教を聞くようになった、ね、で、王様に着いた後ね、お釈迦様から教えを請うたんです。で、その阿闍瀬に対する問いかけの答えがこれなんです。沙門化経というお経に、こんな話が残っています。阿闍瀬はね、王様ですから、まあ、財家であります。農業や商業に営んでいる人は目に見える幸福がありますね。農業ならば作物が取れたり、商業ならばいろんなお金が儲かったりする、まあ、目に見える幸せ、いわゆる付け加える売る幸せ、これが俗世間の幸せ。私はこれしか幸せを思えないけども、お釈迦様のあなたたちの姿を見ているとね、全然お金も物もないけどね、ものすごいね、幸せに感じたんですね。一体この沙門、沙門といったらこれ修行者のことですね。仏教を求めている人、仏教で沙門と言います。一体沙門はどうして幸せなんですかと、自由とは何ですか、ね、どうしたら、ね、幸せになれるんですか、自由とはどういうものですかを質問したんです。それについて長いお経ですけどね、
これもし話したら1年間ぐらいかかると思います。まあそんな話とでもできませんから、もう今日はもう簡潔にほんの10分かその程度でね、この話をまとめたいと思いますけど、社門下級という経に、ね、こういうことで私のお弟子たち、まあこの仏法を聞いている方々はね、物はないけど家も財産もないけども、みんな幸せであり心の自由を得、心豊かに生きてるんだとおっしゃるんですね。修行者、仏法を皆さんが求めていけば素晴らしい結果が得られる。だから社門家と言いますね。社門とは修行者、家はこれ結果で、自由という幸せな結果を表します。それを教えた話ね、まあ、いくつもあるんだけども、簡単に述べますと、まず出家をする人は俗世間の煩わしさがから離れ自由になると。戒を守る者は些細な悪行為から、離れ自由な幸せ、自由になれると。感覚器官を守ることによって汚れた刺激から自由になる。たることを知る幸せによって不満というものを抱くことがなくなると、まあ、こういうふうに他にまだまだいっぱいあるんですよ。まあ、今日は時間ないから4つにまとめただけで、こういうことを実践すれば自由に、心は自由になれますとお釈迦様はおっしゃったんです。聞いてみましょう。まずですね、出家、このアジャセは在家ですね。皆さんも在家、普通一般の生活の人は欲にふけった生活ね、まあ、結構罪悪にまみれてます。で、出家をしたならば五欲から離れていくんですね。出家はですね、五欲と言いまして、この家はね、5つの欲を表すんです。5つの、この家はですね、髪の毛を表すんですね。私は在家ですけども、このお坊さんはみんな髪の毛剃ってますわね。これはね、五欲を表すんです。で、食べたい、食欲、財欲、ね、色欲、名欲、睡眠欲で、食べる楽しみ、ね、お金を貯める楽しみ、男女の楽しみ、ね、人から褒められる楽しみ、そして寝る楽しみね、あるいはこの見たり聞いたり嗅いだり味わったり体で感じたりする、これ五欲の楽しみと言います。で、仏教では結論から言ったら、この五欲は本当の幸せにはなれないと。結局付け加えたり得たりする幸せなんで、あなたを束縛し執着させるから苦しみますと。出家僧はこの坊主というものでね、頭を剃ることによって、これ象徴ですけどね、実際剃ったからといってなくなりませんよ。この髪の毛は五欲を表して家を出る。この五欲の楽しみから離れると俗世間の煩わしさがなくなると。本当の幸せは今日のテーマである、ね、五欲ではない、ね、この欲の苦しみから離れる、あなたの心の中にある執着をなくしていく、消去する消していく方向で仏教は語るんですね。だから出家僧は、ね、何にも持ってませんけど心は自由なんだと。五欲以外に幸せがあると感じてどんどん我習を減らしているのが出家僧だから、ね、阿闍梨には信じられないけども自由を、ね、私のお弟子たちは得られてるんですよと、こう述べられました。次に戒を守る。戒を守ることによって些細な悪い行為から自由になるとおっしゃってます。戒とはこれはね、善のことですね、まあ、いっぱいありますけど、皆さんにとって大事なのは誤解といってね、殺生、邪魔者は消えろという心をなくす、生き物は殺さない、中途、盗まない、ね、そして、邪淫、不倫をしない、そして、酒を飲む、まあ、これは、ね、現実をごまかすことを酒を飲むという言い方でします。実際現実をごまかさなければ別に飲んでも構いません。現実からごまかす行為が仏教では悪を作ると教えます。そして最後は嘘をつく。在家の方はこれだけは最低守りましょう。これがしっかり守れたら次の世界へまた人間に生まれることができます。
で出家者はもっと戒が多いんですけどね、これ戒を守ることによって自分の身を守ることができる。これに心がければ些細な、ね、わずかな細かい悪い行為もしなくなって罪悪が減っていくから心が自由になり、執着が減って、自由、ね、束縛されない執着無執着の世界に生かされますよとおっしゃるんですね。で3番目が、感覚器官を守ることによって汚れた刺激から自由になると。この感覚器官といいますのは、この目の目、耳、鼻、舌、体、この感覚器官をしっかり守る、ね、いらんものを見ない、いらん声を聞かない、ね、麻薬、ね、おかしなものを吸わない、ね、おかしなものを食べない、ね、この感覚、肉楽の肉体の喜びに騙されない、そういう感覚器官を守ることによって、この外の汚れた刺激、私たちは自分が感じられないから刺激が欲しいんですね、何か。それが罪悪、ね、人を殺すのが楽しいと見ますわね、恐ろしいことですけど、刺激を求めて悪を作る人が多いんですけども、この感覚器官を守ることによって汚れた刺激から自由になる。出家の、ね、修行者たちは感覚器官をしっかり守っているので、表面上には何も幸せはないように見えるけども、心は自由であり、ね、心は安らぎ、穏やかな、静かな心で幸せな生き方をしているんだと、こうお釈迦様おっしゃいますね。で最後は知足、これは足ることを知ると書いて、ね、今あるもので十分満足する、ね、あるいは性欲知足とも言いまして、欲を少なくする、必要のないものは極力カットして今あるもので満足する、これが幸せな境地なんです ね、 ね、寝る場所もあるし、ね、三度三度ご飯もいただける、お水も飲める、ね、これだけでも実は仏教では幸せなんですね。これをですね、足ることを知らない人は貪欲といって、必要以上のものを手に入れたりすると、あなたの心は苦しむから、ね、欲を少なくして足ることを知る、足ることを知ることができたら不満というね、心の毒が、煩悩が減っていきます。だから常に満足する、これ満足するかどうかは外のね、付け加えることで得られるものじゃないんですね、これは縁であって、本質は皆さんの心の中のね、煩悩に原因があります。この執着をなくせば、束縛するものをなくせば、あなたの罪悪を減らせば、ね、どんな状態にあってもね、どんな現状もあるがままに全てを受け入れて満足できます。たとえ家族と離れたにしてもね、いろんな状況で無常で、ね、いろんな状況が起きても、ね、どんな場合でも心が安定した状態、常と言いまして、常に静かな、穏やかな心の状態、ね、落ち着いた、ね、安らかな心の状態を、どんな無常がやってきても、たとえ老いて病にかかって死んだ死がやってきても、仏教ではあなたの執着をなくせば、ね、幸せな生活が送れますよと。これがお釈迦様の教えなんですね。でこれを説法を聞いた阿闍瀬はね、非常に感銘を受けまして、私はこれから仏法をしっかりと聴聞させていただきますと心を改めて、このあと生涯仏法をね聞くようになったんです。で釈尊亡くなった後もね、二十何年間行きましたけどもね、この人のおかげでお経が残りました。釈尊亡くなった後ね、お経を結集と言いまして、お経をこのしっかりまとめ上げる時に下護者といって外から守った王様、この人のおかげでこのお弟子たちがしっかり集まってね、供養をして生活を支えて今のお経が残っているのは、またこの人が頑張ったからでもあるんです。もう昔はひどいことをやりましたけどね、仏法を聞いて心を改めたんです。でこのお経に、ね、お釈迦様おっしゃってますけどね、もし阿闍瀬がね、親殺しをしなければね、この説法を聞いて、ね、悟りを開いていたであろうと、こういうふうにこの後お釈迦様おっしゃってるんです。でも阿闍瀬は恐ろしい親殺しをしたためにね、
この時の説法では悟りは開けませんでした、まあ、そういうふうにお釈迦様おっしゃってますね、まあ、その後に開いたというお経もありますけどもね。でこの後阿闍瀬はこれを聞いて深く感銘を受けた、まあ、在家の方であってもねこの幸せは得られますから、だから皆さん在家、私も在家ですが、ね、自分のできる精一杯、ね、教えの通り実践していけば、ね、まず理解が一番大事、ね、我々 の、 この発想の転換ですね、何が幸せかを考えてみると、俗世間の幸せは外から何かを付け加える売るという方向で考えたら、それは結局ね束縛執着を生み出しますから幸せにはなれません。いくら集めてもね執着しなければ問題ありませんよ。執着が問題だから、あるところ何かを売るというところから得られる幸せは有限であって限りがありますと。本当の幸せは今あなたの心の中にある煩悩がですね、我執、ね、執着、この束縛するもの執着するものをなくしていく方向で考える。無から得られる幸せは無限であり、ね、あなたの心にある執着、これをひたすら捨てていく、これが幸せなんです。だからやっぱり整理ですね、使うものだけにしていく、ね、使わないものはどんどんね捨てていく、ね、そして使うものもね、どんどん中身を入れ替えていくんですね。開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付けると。これをすることによってですね、この使っているものも全部借り物であり、自分のものは何一つない。仏教では、あなたの、たとえ名義であっても、家も財産も貯金通帳もね、仏教ではあなたのものではありませんと教えるんです。ただ借り物、今しばらくお借りしているもの、でこの今皆さんが使っているものをしっかりね見てね、しっかり大切に使ってあげたらですね、執着も減りますから。例えばね、歯ブラシとかね、箸なんかね、しっかり使ってよく見てあげたらね、もう使い終わったらね捨てれますから、ね、で私たちが捨てられないのはね、高いお金を出して全然使わないもの、服とかね、そういうものはなかなかね捨てられません。だからしっかり使ったものはね、大事に使ったものはね手放すことができますから、だから体もね大事に使ってあげたら、最後はね、今までね80年間ありがとうございましたと、こう言って体にもね執着なく捨てることができます。最後はこの体もね借り物だということで捨てていかればならない。一切のものは全部借り物だから、ね、そういうことを正しく理解して、ねね、外から何かを付け加えるという方向で考えるんではなく、ね、あなたの心の中にある執着、我執ね、これを虎に例えてね、これさえ解き放ったら永遠の幸せ、ね、まさにお釈迦様おっしゃる長持ちする幸せ、残る幸せ、消えない幸せが得られますから、この発想の転換 ね、こちらの方向で、捨てる方向で人生を捉えていけば確実に、幸せになりますので、私もね、努力をしていきたいと思いますので、ね、こちらじゃなくてこちらの方向でね、皆さんと共にね幸せになりたいなと思います。はい、では休憩を入れたい。